ロリス・ベニート・ソートは、スイスのサッカー選手。スイス代表。ポジションは DF。2017年、BSC ・ヤング・ボーイズ時代アーラウに生まれ、地元の FC ・アーラウの下部組織に在籍。2009年11月1日にトップチームデビュー。2012年に、FC ・チューリッヒに移籍。2013年3月10日、FC ・トゥーンとのアウェー戦ではピッチに入り込んだ。 胸ジロ店を捕まえた際に指をかじられた。このクラブでも良いパフォーマンスを見せた彼に対してメディアは海外移籍の噂があるとのニュースを流した。2014年6月22日、SL ベンフィカに5年契約で移籍、移籍金は250万ユーロ程度と見積もられた。10月18日のタッサでポルトガルで移籍後初出場。12月6日にプリメーラリーガで 初出場。しかし2月22日には、リーガプロ所属の B チームでの初出場となった。2015年6月23日に4年契約で BSC ヤングボーイズに移籍。しかし加入後にシーズンを中足骨骨折と膝靭帯断裂で棒に振った。2019年7月2日、FC ジロンダンボールドーに移籍。一貫してスイス代表として出場している。 2018年11月24日に行われた、カタール代表との親善試合で代表初出場。UEFA ユーロ2024戦、グループ D のジブラルタル代表戦で代表初得点。おじのイヴァン・ベニートも元サッカー選手。バレンシア系の出自であるほか、スイスで生まれ育ったため、ドイツ語、イタリア語、スペイン語、英語、ポルトガル語、フランス語を流暢に使うことができる。 ありがとうございます。